先生は間接照明の光をさらに落とし、薄暗い施術室の中で私をベッドへと誘導しました。寝室やホテルとは違い、施術室という空間が私をさらに興奮させてくれたのです。私は緑、53歳です。51歳で閉経したのですが、閉経後の体の変化に悩んでおりました。一番深刻なのは、少し言いづらいのですが、性欲が強くなったことです。映画などを見ていて濡れ場のシーンになると、自分の体が熱くなって、俗に言うムラムラ状態に。これは何かがおかしいと思って調べてみたところ、閉経後は性欲が強くなる人と弱くなる人に分かれるそうで、その違いはホルモンだというのです。閉経後に女性ホルモンが減って、相対的に男性ホルモンが増えることによって性欲が強まる人、逆に弱まる人はエストロゲンが減少することで膣が乾燥、萎縮してやる気がなくなってしまうとのこと。なるほど、私は前者の方になってしまったのか。どちらがいいのか悪いのかは分かりませんが、私としては後者の性欲がなくなるという方が良かったなと思いました。なぜなら夫がいればその悩みも解消できたのかもしれませんが、夫とは5年前に離婚をしているからです。年齢的に熟年離婚というのでしょうか。少々 DV 的なところがあって、結婚生活は楽しいと言えるものではなかったので、子供が独立したのをきっかけに離婚しました。しかしふと思いました。今だったら元夫との夜の営みは興奮しただろうなと。何を隠そう、夫は性欲が強い人で、妊娠中もそうですが、子育てで忙しい時も頻繁に求めてきました。しかし女性の皆さんには共感していただけるかと思いますが、妊娠中や子育てが忙しい時は女性はそれどころではありません。しかし DV 気質を持っている人は性欲もコントロールができないのです。こちらが全く気持ちが乗らなくてもお構いなし、自分さえ良ければそれでよしという感じでした。稀にこちらの体の状態と一致した時は元夫との相性は良く、女性としての喜びを感じさせてくれました。でももう夫はいません。夫どころか男性との出会いさえありませんと思っていたのですが、実はこんなところにも出会いというものはありました。50歳を過ぎれば本当に体のあちこちに不調が出てくるものです。数ヶ月前の朝のことです。ベッドから起き上がろうとしたら、腰がずんと重苦しくて立つことができない時があったのです。その日は仕事がちょうどお休みだったからよかったのですが、このままの状態では明日仕事に行けなくなると思い、慌てて整体院を探したのです。ネットで探している間も腰が重苦しくて、50数年生きてきて初めて感じた腰の違和感にどんどん不安になっていきました。この痛みはもしかして腰というより内臓の病気かもしれないとか、今日見てもらえるところがなかったらどうしようなど、こういう時ってマイナスなことばかり考えてしまうものです。不安も頂点に達した頃でしょうか、夕方なら空いているという整体院があったのです。しかもそこは自宅から徒歩圏内です。これから通うようなことになれば近い方がありがたいと思っていたので、すべてにおいてほっとしたのです。夕方その整体院の扉を開け、先生の顔を見た瞬間、なぜか涙があふれ出てきたのです。先生は大丈夫ですかと優しく声をかけてきてくれ、その優しい言葉でさらに号泣。体や心が弱っている時の優しい言葉ほど心に響くものはありません。
気持ちが落ち着くのを待ってカウンセリングをしてもらい治療に移りました。私はあまりコミュニケーションが得意ではないので、例えば美容室に行った時にもほとんど会話をしないタイプなのです。ですが、なぜか治療院の先生とは話をしたい、話を聞いてほしいという感情が湧いてきて、施術中たくさん話をしている自分がいました。初対面なのに自分が今置かれている状況のことや自分の人生観までもペラペラと話をしてしまったのです。先生は、そうですかそうですかと相槌を打ちながら施術をしてくれました。腰の痛みは見事に一回の施術で良くなったのですが、50代って本当に次々と不調が出てくるものです。数週間後、今度は腕が上がらなくなってしまったのです。痛みはそれほどありませんでしたから、腰の痛みの時ほど不安にはなりませんでした。それに、何と言っても私にはもうあの先生がついているから大丈夫という安心感がありました。そんなこんなで来院の回数を重ねていたある日のことです。施術中に先生の手が私の胸に当たったのです。当たったというより、どうしても胸の周辺をやらなければならなかったのでしょう。一瞬ドキッとしてしまい、そして変な妄想を始めてしまった私は、体中が熱くなってしまったのです。室内温度熱いですか?と聞いてくる先生に、いえ、というのが精一杯。変な妄想をしていることがバレませんように、と思っていた時です。実は私も数年前に離婚をしているんです、と言ってきたのです。先生が身の上話をしてくるのは初めてのことでした。私の変な妄想がバレているような気がして、ますます赤面してしまいました。先生は一通り過去のことや今現在の家庭環境などを話したかと思うと私にこう言ってきたのです。よければ今度夜に施術を受けませんか?と。その言葉を聞いてじわっと変な汗が出てきました。先生、今日はもうこの辺で終わりでいいです。ちょっと体が熱くなって変な汗をかいてきてしまったのでもう先生の顔など見れません。お支払いをさっさと済ませ足早に整体院から出てしまったのです。1週間が経ち2週間が経ちました。あの言葉の意味はどういうことだろう。そういうことだよね。私は次にどう予約を取ればいいのだろう。仕事をしていてもあの言葉が頭の中でループしてしまい仕事に集中できません。月に一度か多い時は2回施術に行っていましたからそろそろ予約をしたいところ。先生の施術は本当によく効くし定期的に通うことによって体に不調が起きることも少なくなっていたので、気まずいからもう行かないという選択肢はありませんでした。それに、正直あの言葉が私が妄想するようなことであるならば、私は先生に抱かれたい、そう思っていたのです。こんにちは、次の予約を入れたいのですが、お願いできますでしょうか。こうメッセージを入れました。すぐに先生から返事が来ましたが、どんなことが書かれているかと思うとドキドキしてしまい、すぐに既読ができませんでした。思い切って返信を確認すると、ご予約お待ちしておりました。今夜空いておりますが、いかがいたしましょうか。と書かれていました。数十分考えたでしょうか。はい、
お願いいたします。と私は返信をしてしまいました。夫と離婚以来、下着にもそれほど気を使わなくなってしまっていたので、慌てて下着を買いに行ったり、即席ですが、体のお手入れをしながら指定された時間まで過ごしました。閉経後に性欲が強くなってしまった私は、今日はどんな施術をしてもらえるのか、という妄想がもう止まりませんでした。指定された時間は21時でした。すべての患者さんが去った整体院にお邪魔し、いつものように、先生、よろしくお願いいたします、と挨拶をしました。先生は体が温まるという漢方系のお茶を用意してくれました。普段は日が差し、明るい施術室ですが、指定された時間は夜の9時です。外は暗く、施術室は間接照明の柔らかい光に包まれていました。よくいらしてくれましたね、という先生も少々照れている感じがありました。私は先生の人柄にとても惹かれてしまったことや、先生が身の上話をしてくれたときに、私と似たような状況だったというところにも、勝手に親近感が湧いてしまい、そして先生に触れられるとドキドキする自分がいました。と、正直に話をしたのです。すると先生も、私も勝手に親近感を持ってしまい、徐々に愛おしい感情に変わっていったんです。とおっしゃってくれました。先生は間接照明の光をさらに落とし、薄暗い施術室の中で、私をベッドへと誘導しました。寝室やホテルとは違い、施術室という空間が、私をさらに興奮させてくれました。また、整体師という体のことをよく知り尽くした先生に、全身をくまなく触れられることにも、異常に興奮してしまいました。51歳で閉経してから、体の痛みだけでなく、心、メンタルの不調というものも増えた気がします。熟年離婚という選択をしてしまい、老後に対して漠然とした不安が常にあったことも大きいでしょう。そんな体と心の不調、そして性欲の悩みまでも解消してくれた先生には、いくら感謝をしても足りないくらいです。その後のお付き合いはというと、月に2回、その日の営業が終わる21時頃に整体院に行き、私だけの特別メニューで、先生に施術をしてもらっています。